はい、どうもトマゴレー。はい、では今回は第4節になりますね。アウェー、愛媛FC戦の振り返っていきたいと思います。おい、ふぐさしです。はい、名前だけでも覚えてください。クリス・ショーです。もう早くも今シーズン4試合目なんですよね。あー、もうそうか、なんか始まるって言ってからもう1ヶ月経ちまして、で今回の愛媛 FC 戦ですけども、まあバンフォーレ2節3節と連勝中。おい、3連勝かけての1戦になります。で今候補3位で、1位2位の新潟と琉球が 1日前、昨日もう試合やっていて、2つとも4連勝を飾っているので、ここが1分けしちゃってるので、まあ、なんとか食らいついていくために3連勝をしたいところですね。はい、で愛媛自体は開幕3試合で2分け1敗と、まだ勝ちはないんですけども、まあ、いい試合はしてるチームなので油断せずに勝ちたいなっていうところになります。通算成績は甲府の8勝5分け3敗ではメンバーから見ていきましょう。まず愛媛のメンバーからですね。ホームの愛媛、まあ、キーパーの秋元選手は、シュートストップ非常に上手い選手なので、まあ、なんとかその牙城を崩したいところではあります。で、本拠地は 4-4-2 のフォーメーションで、監督が今年から新しい監督になっているので、前からプレッシャーをかけていって、攻撃をそのままつなげるサッカーが多分チームの主体になっていってるチーム。で、要注意の選手としては、右サイド、8番の川村選手、強烈な左足のシュートを持っていて、前節もそのシュートのこぼれ球からゴールを奪っているので、キャッチ、フリーであんまりシュート出せたくない選手。で、あとベンチの39番の内田選手、が去年まで甲府にいた選手になります。で、甲府ですが、前節は愛媛対戦、栃木対戦で 3-5-2 にフォーメーション変えてましたが、いつも通りの 3-6-1 にフォーメーションを戻しています。で、メンバー前節から2人変わっていて、ボランチの山田選手に代わって野沢選手6番、あとワントップのところに、三平選手三平に代わって相田選手、いずれも元愛媛の選手で、ディフェンダー陣は変わらずレンデ選手、新井選手、小柳選手、キーパー岡梨選手ですね。あと前線の3枚が相田選手のワントップに、スタートのポジションは泉沢選手と野沢選手がシャドウのポジション、それが逆なのかな。なので愛媛はステキプレーに前線からハイプレスかけてくるので、しっかりボール回してポジション、ボールを保持してリズムを作っていきたいっていうのが甲府の狙いになってかなと思います。はい、では早速試合見てみていきますが、前半5分、愛媛のフリーキックのチャンスですね。ほぼ正面の位置から、おお、右サイドバックの選手ですね、茂木選手がシュート、まあ、惜しくも枠は捉えられずって感じです。結構際どい、ただなんか見てる感じ、選手は結構足もっと捉えてた、芝生の関係かな、低い弾道で逆にボールがイレギュラーにバウンドする可能性があったので、浮かしてくれて助かったといえば助かった気はします。なるほどね、はい、キーパー的な目線ですけど。あー、なるほど、元キーパーなんで、さすが続いてで前半29分、一番ボール奪われて愛媛の左サイドの突破、縦抜けてきますよね。ああ、ボールが、やばいやばいやばい、それはまずい、それはまずい、おお、結構あのボール怖かったですね、今の。あ、ちょっと完全に縦行かれたなっていう部分。ああ、フリーだったんで、これダイレクト打たれても怖かったけど。ああ、いや、すごいすごいすごい。小西選手のファインセーブ。結構、ディフェンスの数が多かった。そうです。中で、それでも守りきるシュートまで打たれたので、キーパーからするとまたキーパー目線ですけど、はいはい、結構目線にボール以外に人があるので、はい、視野がっていうか、ボールが見えない。あ、そうだよね、人が多いからね。自分もよくしっかり動かないで止めた、うん、セーブだったかなって思いました。うまい。ただちょっとよくないな、人数かかってるのにシュートまで行かれてること、しかもフリーだったってこと。あ、まあ、流れがあまり良くなかった。さらに36分、じゃあまた左サイド突破されて、まだ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 、なんか抜けるも上がってきたし、さっきフリーキック蹴った選手。はあ。いや、まあ、前節の栃木戦も言うので、セカンドボールがなかなか拾えなかった、うん、1回クリアされても、はいはいはい、しかも今シュート選手も右サイドバックのディフェンダーの選手なんで、結構厚みのある攻撃がしてきてる部分にだいぶ押されてた。で、直後38分、僕のコーナーキックのチャンス、荒木選手のクロス、じゃあクリアされるも関口選手シュート、おおー、ゴールです。先制ゴールです。
2点目ですね。2点目千葉戦に続いて素晴らしい。そして3試合連続のコーナーキックからの得点、うん、はい、得意のセットプレーですね。いいですね。まあ流れがだいぶ愛媛寄りだったところでワンチャンスをものにした形、強いチームはこうやって流れを寄せてきますよね。ちょっと今年の候補ちょっと違うなと思いました、この辺は。おー、苦しい中でも決めきる。いつもだったら、まあやっぱりちょっとずずず行きがちだったんですけどね。まあ、やっぱり得意のコーナーキックだったかなっていう。そこであります。で、前半終わって、まあ見た通り、ゴールシーンまではほぼほぼ押し込まれ、だいぶハイプレス、前から前から。吉川的な愛媛に対して、ビルドアップっていう、なんていう、ディフェンスラインから、組み立てることがなかなかできなかった部分が、なかなか難しかった前半になってたかなと思います。で、一つなんか見てて気になったのが、選手同士の距離感。先節とか、いい時の試合って、ワンタッチ、ツータッチをポンポンリズムよくパス回せる、距離感に選手同士がいる。けど、ちょっと距離感が多いせい、広いせいで、愛媛のプレッシャーを受けて、取られて、押し込まれてを繰り返しただかなっていうの。あーなるほどね。それ後半その距離感がどう改善できるか、ただ1点リードしてるので焦る必要は全くない、うんうん、部分で、まあ、後半うまく修正していけるかっていうところ、うん、で早速じゃあ次後半いきますね、はい、8分野田選手ロングボールに120センチメンデス選手を落として野田選手をシュート。おお大きいですねやっぱりメンデス選手が。そうですね。12分のシーン。入ったと思った今。荒木選手から、野津田選手、中を折り返して、泉沢選手ですね。うん、これキーパー正面と。で、こぼれたところに、相手選手、詰めにも若い。完全に甲府は1点リード取ったことと、あと修正してきますよね。うんパスが繋がってる部分。やっぱキャッキーって距離感が良くなってきてる部分。リズムができてきてるところ。で、直後の13分のシーン。野津田選手、今蹴っちゃったね、うん。はい。の、ロングボールから、泉沢選手抜け出して、おぉキーパーの位置見て浮かせますが、惜しくも枠の上。あで、20分、愛媛のコーナーキック。これはショートコーナー。おパスで、ロングボール放り込まないで繋げてくる、うん。ショートコーナーって言いますけども、8番の川村選手、要注意って言った選手。おぉおい危なかったね、今の。23分ですね。荒木選手から、岡村選手が、最後シュートだったら、野津田選手も若い。まあ、最初パス出したのが、野津田選手。なんですけども、うんうん、さっき言った距離感っていう部分。あパス出し、最初パス出した野津田選手が上がってきてる。はいはい。こういう距離感が多分後半になって修正できた分、愛媛のゴールに迫れてた。これよく修正してきたと思いました。やっぱり、うまくいかない時って別にそのなんか、意識。多分原因とかやっぱあるんだなって思いますけどね。まあそれは四季とか、まあその空、その時の空気感とか、うんうん、もちろんまああるとは思うんですけども、まあそこでまあ、やっぱ1点取ってるのが大きかったそうですね。あの苦しい中でも1点しっかり取って、っていうところが。はい。あの1点だけあるとないと多分後半戦いも変わったとは思うんで、であの1点はかなり大きかったかなっていう。なるほど。思いますね。後半26分、野沢選手、泉沢選手、左サイド、これ、荒木選手。荒木、荒木、荒木。で、あおまた野沢選手のシュート。足当たったのこれ。いやー、リフレクション当たったのかな。あディフェンスですね。ディフェンスっぽいですね。荒木選手よく見てたなっていうのが、まあ、ダイレクト上げてる中で、はい。まあ、これ、有田選手かな。はいはい。一人行った時はもう二人いるんで、難しかったですね、シュートまで行くのは。はいはい、はい。ただ、その後ろまで見てた分、あー。まあ、視野に野沢選手でしたね。やったこれはまた野沢選手シュート。おー。キーパーセーブ。まあ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 。野沢選手ね、ちょっと開幕戦で PK 失敗が あったらね、なかなかゴールそれ以来取れてないので、引きずってるとは言わないですけど、まあそういうのあるのかなって思いますからね、サッカーって。で、試合終了です。おー、まあ、前半ってちょっと不安だったんですけども、点をね、しっかり守り切って、後半特に自分たちのリズムだったと思うので、なんとか守り切って、3連勝を果たしました。上位もね、勝ってるので、順位は変わらないんですけど、まだまだ負けだしと。福井さじバンフォレチャンネル始まって、まだ負けなしと。試合まとめて振り返ってみると、やっぱ前半戦い方っていうのは一つ課題が残るような気はしましたけど、ただ流れが悪い中でも点取る
っていうのはなんか強いチームに共通してるかなっていう気はするので、うん、そこはまあプラスといえばプラス、うん、勝負強さっていう部分、あとしっかり修正できたところ、うん、前半難しくしっかりここのペースになってくるので、ただちょっと野津田選手のシーンが多々シュートありましたけども、うん、若干決定力不足気味なのがまた去年のあれの流れが垣間見えたのも不安といえば不安ですが、まあチャンスシーン増えていけばおのずと入ってくるかなって気がするので、まあ今後の課題といえば課題、はい、なんで課題でよかったと思います。よかったです。A さんの感想を、はい、まあ、今回もなんか後半の、まあ、今説明してもらいながらだから動き方も分かりましたし、まあなんか少しずつ選手の癖とかもなんか、うん、おかげで結構分かるようになって、まあ先ほども1点もコーナーで決めてたじゃないですか、うん、まあ、本当にコーナーがやっぱり強いんですかね、なんかそうですね、自信はあるんですよね、やっぱりなんか見ててもなんか得点に匂いがするというか、うん、あんだけ流れ悪くてなんか入るんじゃねえかなって気はして見てました。じゃあやっぱりまあなんかそういったところのなんかバンフォーレの本当にこう、うん、コーナーが強いっていうなんかその確証につながりそうななんかイメージがありました。あとキッカーがいいかなって気がした。荒木選手もあと前節だと野津田選手、うんうんうん、いいキッカーがいる、いいボールが上がってくる、はいはい、なんか合わせるだけだったりとか、うんうん、ディフェンスもクリアできてもさっきみたいにここでいいところで味方がいたりなんていう部分もあるんで、そうですね、なんかどっちかというとまあ別にコーナー他全部がね全部の攻撃がまあむしろこうしたことないんですけれども、まあ、コーナーになったらなんか逆にすごくこう気持ちがなんか高まる感じがあって、うん、なんかすごい楽しみかなと思いました。さてじゃあ次戦なんですけども、来週なのかな、ホームに町田ゼルビア、FC町田ゼルビアを迎えてて、昨季は開幕戦が相手でしたね去年は、うん、まあ、その時は0対0、ホームでやった時は2中勝ってて1勝1分け、ただ、前線からハイプレスまた同じような感じで前から前からプレッシャーかけてくるチームなので、まあ、うまくステをいなせるかというか、うん、しっかりポジションできるかというところで、今日の後半みたいな戦い方がしっかりできるか、ああなるほどなるほど、振りかかってくるプレスをかわしていくような感じで少し古風化したの順位になりますが、まだまだどこが強いかが分かんないんで、正直4試合だと勝てればいいかなって思います。はい、というわけで4節、愛媛 FC 戦振り返ってみました。どうだったでしょうか。チャンネル登録と、うん、あとグッドボタン通してくれた方ありがとうございます。引き続きまほいともとも応援よろしくお願いします。このチャンネルもとクリスさん、はい、チャンネルコーナーです。はい、ありがとうございます。私クリス賞、独身社長のね日常というね、YouTube やっておりますので、まあ、ここではいろんなねチャレンジをやったりとか、まあ、企画もやってる、まあ、動画になりますので、もしこちらもよろしかったら、ご覧いただければと思います。で次節、3月最後の試合になりますね。3月いっぱい負けずにいければと思いますので、みんなで応援していきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。